皆さんこんにちは。いつも高評価、コメント、チャンネル登録ありがとうございます。さて、本日のテーマは、新年度、これからね、どんな出会いがあるのかについて見ていきたいと思います。まず、仕事上での出会い。次に、友人になれそうな人。そして、恋愛に発展しそうな人をそれぞれ見ていきたいと思います。選択肢のカードは、こちら、エンジェルオラクルカード2からもらいたいと思います。まずは A の選択肢。こちら。B の選択肢。こちら。C の選択肢。こちら。ということで、こちらから A、B、C でお選びいただきたいと思います。はい、それでは A の選択肢を選んでくださった皆様のリーディングを始めたいと思います。まず、仕事上でのね、出会いについて見ていきたいと思います。うん。バランス。充実、うん、そうね、うん、あの仕事上での出会いとしてはね、ちょっと、ね、一部の人なんだと思うんだけど、その、うん、出会った相手がね、家族の縛りがあるとか、まあなんていうのかな、上下関係があるわけじゃないのかもしれないんだけれども、パートナーの方がまあちょっとね、力が強くってとかね、うん、まあ、いろいろね。その人よりも、まあ、実権を握っている感じがするわけね。で、そうすると、その人自身は自分の言いたいこととか、やりたいこととかをセーブしてたり、我慢してるっていうことがありそうなんだよね。ちょっとそういう人との出会いがありそうかなっていうのがね、一個入ってきているんだよね。で、あとその、なんだろうな。他には、良くも悪くも過去の、やり方、方針、ルールにちょっと縛られちゃっていて、例えばその会社自体だったり世の中のルールが変わって世の中の常識が変わってきているんだけれども、なかなか追っつかない人、うん、そういう人との出会いもあるかなっていう感じだから、なんとなくなんだけど、ちょっとそのめんどくさそうだなと思った相手とは距離を置いてもいいのかなっていうのがね、ちょっと入ってきてるね。うん。なんか、でね、これ、あなた自身は、例えばね、最初すごくね、やる気に満ち溢れていたりとか、あと、やりがいっていうものを早めにね、見つけたりとか、あとその、仕事のね、覚えが良かったり、理解度がね、
うん、すごい他の人よりも早かったりっていう風にして、あなた自身はすごくね、充実したりとか、うん、すごくね、いっぱい、こう、自分の中にいろいろね、こう、知識とか経験とか、その、いろんなものをね、こう、すごく吸収していって、あなた自身はすごく仕事によってね、大きくね、なんていうのかな、器も大きくなっていくし、知識もね、経験も増えていくし、すごくね、仕事に対して充実していきそうな感じがすごい入ってくるのよ。で、なんだけど、出会う人は、ちょっとね、その家庭面で縛られていたりとか、まあその過去のね、ルール常識にとらわれていたりっていうので、ちょっと比例してしまう感じもなきにしもあらず。だから、仕事上で出会う人は、ちょっとね、距離をね、最初は置いた方がいいと思うんだよね。うん。バランス取れって言ってきてるし、やっぱバランス取れない人っていう風に来てるから、あなた自身は仕事とプライベートとかね、うん、なんかそういろんな感覚のね、バランス取れて向き合っていけるんだけれども、そうじゃない人もちょっと、ね、出会ってしまう可能性があるし、中にはね、その、悪気はなくっても、仲間外れになりたくないとか、あと上司から嫌われたくないとかそういう思いですごくこうへりくだっちゃったりとか、なんか自分の意見を言わないとかね、相手の意見にばっか合わせてっていうような感覚のその人もいるかもしれない。で、その人とのなんていうかな、付き合い方がちょっと面倒、うん、面倒というかなんていうのかな、うん、なんかそんなになんだろうな、会社とか上司ってなんだろう、へりくだったりとか、そんなすごくね、自分が合わせなきゃいけないっていうものでもないじゃない？だけど、そういうふうにこう、思っちゃう人がいるかもしれないよね。ここの、なんか、この辺は、ちょっとその人のね、心の内っていうのは、まあちょっとその深く見てみなきゃわかんないから、まあ、今表面上だけ見てるんだけれども、表面上ではそういう風にして、こう、なんか自分のことを言えない、やれないっていう人がちょっと多いかなっていう感じがね、入ってくるので、まあね、ちょっとね、縁を選んでくれた人は、仕事はね、すごくね、本当に、自分の気持ちが乗っていれば、すごくね、うまくいく可能性すごく高くって、仕事に関しては充実する可能性がすごい高いのよ。だからこそ、うん、その仕事で出会う人のメンタルとか、その状況にね、あまりこう巻き込まれないようにしていくのがいいのかなっていうところがね、うん、入ってきてるんだよね。うん。まあ、リトリート離れるってきてるから、最初のうちはあまり深入りしないで、その人のね、まあ様子、考え方っていうのをしっかり見極めてから、付き合うその、距離感っていうのを測っていけばいいのかなっていうのがね、うん、アドバイスとしてあります。うん、次に、まあね、友人になれそうな人とね、出会いっていうのをね、見ていきたいと思います。うん。なるほど。友人になりそうな人。なんかこっちとすごく似てるんだけど、言ってきてることがね。なんかね、やっぱね、最初の第一印象で決めない方がいいっていうのはすごく入ってきてる。なんか、うん。このカードとこのカードとかね。このカードもそうなんだけど、なんかね、自分の周りのね、周りの人から引く、その相手の印象とか、自分の第一印象って最初は過信しない方がいいかもしれない。なんかね、やっぱり、ね、ゆっくりとか来てるし、ちょっと情報があまり、なんだか、当てになんないとか入ってきてないっていう風に入ってきてるから。で、これね、ふさわしくないとか、その自分の思ってたのと、現実が離れてるよみたいな感覚のカードなのね、うん。で、そうすると、なんていうのかな。やっぱり自分が最初この人いい人だとか頼りがいがあるって思ってる人は実はくせ者だったりとか、この人おとなしいし、なんか、なんだろうな、あんまり自分の意見はないし仕事できないのかなとか、なんかその、あんまりやる気ないのかなとかね、うん。なんかこう、あんまり人のこと好きじゃないのかなっていうふうに思ったとしたら、実はそうじゃなくって、深い
ところですごく話が合うとか、そういうことも起こりそうだから、なんか、うん、その、自分が今後ね、初めて出会うとか知り合う相手は、やっぱり自分が時間かけて見極めるってことが結構ね、ポイントになってくると思う。で、その、友達になりそうな人とはね、何回も接点があると思う。なんか、同じ、タイミングで、なんかそれを選ぶとか、そこにこう、出くわすとか、同じような、こう、なんだろうね、選択をするとか、そういった感じで、こう何回か出会うっていうことをしていくうちに、まあ、話もね、弾んでいってっていう風になって、友達になれたり、友人になれたりするのかなっていうところがね、入ってきてるし、あとね、やっぱね、何か新しいことを始めたとか始めるっていうそのところに出会いがあるのかなっていうところだよね。うん、何か、仕事で絡めて言うと、新しく配属された場所とかね、何かを新しく立ち上げたプロジェクトで一緒になったりとかね、そういうこともそうだし、普通のプライベートだと何か、ね、あなたが新しいね、こう、趣味とかね、習い事とか、うん、通いたいと思っているところに通い出したりとか、あと、新しいね、その、お店、初めて行ったお店とかね、うん、初めて行く場所とかで知り合ったりすることもあるのかなって、うん。で、いろんな人と出会うと思うんだけど、やっぱりその最初の自分の、そうなのかなって思ったのとはちょっと違う可能性が高いし、周りの、あの人こういう人だよっていう情報はちょっと当てにならない。あなたにとってはね、周りはそう思ってるかもしれないけど、あなた自身の感覚としてはちょっとずれるんだと思うんで、周りの感覚と。うん。なんか、周りはこうこうこういう人だって思っている。でもあなたはそうは受け取らないっていう、真反対のその感覚を覚えたりするかもしれないから、まあその人の情報とかあまり当てにせずに、自分の付き合いの中でその人を見極めていくのがいいのかなっていう感じがね、します。で、続いては、恋愛にね、発展しそうな人、ね、出会いっていうのを見ていきたいと思います。うん。グレートビッグラブ。感謝。お祝いと感謝。変化。ダネル。まずね、その、恋愛に発展しそうっていうぐらいだから、めちゃくちゃあなたが、やっぱりその心をときめかせたりとか、なんかすごい湧き上がる思いっていうのがすごいあるんだと思うんだよね。で、なんか、なんていうのかな、すごく緊張した場面とか、その自分の、緊迫した状況から解き放たれるっていう感覚がすごいするのね。だから、なんかね、すごく、このカードたちからもそうなんだけど、あなたがすごくね、苦しかったり、辛かったり、とても頑張んなきゃいけなかったり、そういう状況の中で、なんか、それを乗り越えた後に出会ったりするとか、そこをフォローしてくれた人っていうのもね、あるんだと思うんだよね。なんか、とにかくね、一回すごくそういう、なんかこう、もがくじゃないけど、この辺とかもね。なんか、自分のコントロールできないもの、状況の中で、あなたがそれを一生懸命頑張る。自分のね、状況はコントロールできなくても、自分の感情はね、コントロールできるから。そうやって、すごく大変なね、状況でも、一生懸命こう、落ちないようにね、一生懸命バランスとって、すごくこう、頑張った先に、その、こう恋愛に発展するような人とのね、気づきとか出会いっていうのがあるんじゃないかなって。なんかね、やっぱりね、すごく、こう、魂の関係性っていうのはすごくあるから、もしかするとね、なんか、今までのあなたの、ここの変化も来てるから、あなたの今までのタイプとか、希望した条件とは、すごくずれてる人かもしれない。外見もそうかもしれないし、働いている職業かもしれないし、その、ね、人にはいろいろ条件、その相手に求める条件っていうのがあると思うんだけど、あなたがこういう人とは付き合う
とは思ってなかった人と付き合う可能性も高いし、なんかそういう、なんだろうな、魂が光り合う相手と出会ったことによって、もう条件なんかどうでもいいみたいな風にね、思える可能性もすごく高いと思うの。なんか、恋愛とはこういうものだとかね、なんか、こういうデートをするものだとか、なんかそういうの全部ね、こうひっくり返るような、なんかそんなような、お付き合いがね、できるんじゃないかなっていうのがね、すごい入ってくるんだよね。なんか、あなたも変われるし、相手も変われるっていうところ、お互いに、こう、より良い変化をね、遂げていくっていう風に、すごく、こう、入ってくるのよね。お互いが、こう、相手に、こう、なんだろうな、自然にね、こう、身を委ねる、緊張しないというかね、そういうね、こう、付き合いができるんじゃないかなっていうところがね、すごい入ってくるね。だから、最初はすごくね、安心とかね、なんか、そういうこともあると思う。例えばだけどね、すごく、なんか、すごく年上とか、すごく年下とか、自分の中ではないなと思ってた人との関係性において、すごく安心できたり、落ち着いたりとか、なんか、そういう、自分には今までなかった刺激があったりとか、なんかそういう感じで、徐々に、なんかこう、育っていくみたいな。で、今まではそういう、すごく大変な状況とかね、緊張してたから、気が張り詰めていたから気づかなかったけど、それが落ち着いた時に、なんかその良さを知ることができたとかね。だから中にはね、昔からの知り合いとか、なんか、復縁とかもあるのかもしれないね。なんか、そういうことも多分あるんじゃないかなって。出会いだけど、一回消えたように思えた縁がまた復活したりとかね。そういうこともね、あるのかもしれないね。で、キーカードなんだけども、これ、すごくね、新しい出会いとか、情熱っていう、カードなんだけれども、この人の名前なんつったっけな、ちょっとごめんね。名前はどう忘れてしまう。シャントールさんです。シャントールさんって言うんですけど、とにかくね、こう、新しい出会い、とかね、こう、情熱的なね、愛をね、すごく応援してくれてる人なのね。だから、ここでも言ったけど、やっぱ、新しいこととか変化っていうカードいっぱい来てるから、とにかくね、動いてほしい。なんか、今の状況から、何かをね、変えることってすごく大事だと思う。で、やっぱり、新しい場所に顔出したりとか、で、新しい場所って最初は不慣れってなれないんだけれども、単純接触っていうのはすごくね、いいわけよ。だから、最初は見知らぬ土地でも、見知らぬ場所でも、何回も通っていけば、そこ馴染みのお店になるから。で、馴染んでいけば、そこが自分のね、居心地のいい場所になっていくから、最初はすっごく勇気いるし、居心地良くないんだけれども、でも、単純接触、何回もそこに行くことによって、ね、慣れていくから。全部そう。新しい学校も、新しい会社も、新しい人間関係もそう。単純に接触を重ねていけば、慣れてくる。そう。それがすごく大事なんだよね。だから勇気を出して、一歩踏み出して、新しいことを始める。新しい場所に行ってみるってことをやってみてほしい。そこで、新しい出会いがあって、ね、新しい友達ができたり、新しいパートナーになる人と出会ったりっていうことが出てくると思うんだよね。で、やっぱね、このカードも、その再燃っていうかね、情熱っていう意味で言うと、やっぱね、中には一部復縁があると思うんだよね。もう一度、その愛を再燃させる、もう一度燃え上がるような。で、それはね、ちょっと注意事項があって、前と同じじゃダメなんだよね。やっぱりこの大変な状況からあなたが成長した、その成長したっていうあなたとの再燃だから。で、相手もそうだと思う。相手も何か変わっている、何か変わったことがあって、もう一度ね、あなたに対して恋心を燃やすみたいなことがね、あるんだと思う。で、そっか。なんかもしかするとね、誰かのお祝いの席とか、何かのその、めでたい場所、そういうところでの出会いとか再会っていうのもあるのかもしれないね。とにかく、その、あなたにとっては新しい、こう、情熱を注げる出会いになると思うの。これは、
仕事でもそうだし、友人でも関係もそうだし、恋愛関係で発展しそうな人もそうだと思う。何かしら自分の中で新しいと思える、うん、新鮮な気持ちになれるということが、このカードからね、来ているので、あなたがすごくね、こう、新鮮な新しい気持ちで始めることによって、向き合うことによって、その、今までとは、ちょっと違うね、人との出会い。自分、今までにはないパターンの出会いだったり、今までの友達にはいないタイプの友達ができたりとかね、今まで付き合ってこなかったタイプと付き合ったりっていうことがね、すごくね、起こりそうな感じがするので、ね、すごい参考にしてもらえたらなっていうふうに思います。ということでね、A のね、選択肢を選んでくださった皆様のリーディングを終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。はい、それでは B の選択肢を選んでくださった皆様のリーディングを始めたいと思います。まずね、仕事上でのね、出会いを見ていきたいと思います。まず、もしかするとね、あなたのこう、やりたいこととか、思いとか、ちょっとね、通じなかったり、一方通行になってしまう人がいるかもしれないよね。で、やっぱこの方がね、長い目で見たときに、絶対にこう、大きなね、収穫になったり、実りになったり、大きな成果になるんだけれども、でも、なんかそれをね、ちょっとやっぱり、こう伝わりきれないとか理解してもらえないとかね、そういう人もちょっといるのかなって、ちょっと思いが一方通行みたいな、こっちはすごく思ってやってるんだけれども、それがまあなかなか通じない相手っていうのもねいるのかなって。なんだけど、でももうこの ね、すごいいいカードが来てて、ね、同じような立場だとしたらリーダーシップを取ってくれたりとか、もしくはすっごい頼もしい上司っていうのが現れるんじゃないかなっていうところ。なんかそこのすごい、なんていうのかな、心の虚しさとか、その、殺伐とした雰囲気とかね。本当に、こう、なんだろうね、利益にならないとか、そこが豊かさにつながらないっていうところを、なんかすごくね、こう、改善してくれる気がするのね。ここもね、鍵のキングって言って、まあこれ仕事、鍵っていうのは仕事にすごく、なんだろうな、特化している、まあ、カードなんだけれども、やっぱりそのね、長としてとか、そのリーダーとしてすごくね、ちゃんと仕切ってくれるっていう感じがすごい入ってくるのよ。で、あなたのことをすごくね、安定させたいとか集中させたいっていう風にフォローしてくれるっていう風に入ってきてるのね。でも優しさっていうカードも来てるから、だからあなたが例えばそのね、新しく出会う中で、意思疎通ができないとか、なんか共有とか共用できないっていう人がいたとしても、それをちゃんと見て、フォローしてくれる、そういうね、こう、リーダーとか、上司とか、なんかそういう存在もセットでね、一緒にね、来そうなんだよね。だからこのあなたが、こう集中したりとかね、安定して働けるように、すごくこう働きかけてくれるんじゃないかなっていうところがね、すごい入ってきてます。次は、友達に、ね、なれそうな人っていうのを見ていきたいと思います。世界を感じる。成長、開く、なるほどね。お友達になりそうな人っていうのは、やっぱりね、すごいね、あなたに対して共感してくれる人、あなたの思いとか、意思、考え、主張っていうのを、すごく共感してくれる人。で、すごくね、協力してくれるんだよね。でね、その、あなたが、したいと思っていることとか、やりたいと思っていることとかね、あとはまあその世界観とか生き方とかそういうこともあると思うんだけど、それに対してやっぱすごくね、的確なね、情報をくれると思うんだよね。で、
やっぱりね、あなたが心を開くっていうこともあるし、相手が心を開いてくれるっていうこともあると思うんだけど、お互いに成長できる。もうこれは間違いないと思うんだよね。でね、これなんだけど、あなたがちょっと、こう、なんていうのかな。行きたいんだけど行けないとか、動きたいんだけど動けない。その場で、こう、足踏みしちゃうような、こう、進めない状態にいるときに、きっとそういう人と出会うんだと思うの。で、出会って、その人と、本当はね、私はこういうふうにしたいんだとか、こうやりたいんだっていうことで、心を開くことによって、共感してもらえて、自分の主張をね、分かってもらえて、なんかそこでヒントをもらえて、なんかこう、動けるようになる。やろうと思える、みたいな。自分が何かね、動いたり頑張ったりする。いい、その、刺激し合えるような関係性になるっていう風に来てるんだよね。相手は、そう、すごくね、協力的なのはすごく入ってくるし、頭の良さも、感じる。で、経験とか情報を多分持ってるんだろうね。それをあなたに、こう、惜しみなくね、教えてくれたりとか、伝えてくれたりする。で、相手はそれを、あなたに伝えたり教えたりすることによって、その経験として向こうも成長できるから、自分の場合はこうしたけど、違うパターンを知れたとかね、これがワンクッション挟むとこういう風になるんだってことを学んだりとか、相手も相手で成長することができるから、すごくね、ウィンウィンな関係っていうかね、そういう風な意味で、あなたはすっごくね、こう心強い、お相手がね、存在になるんじゃないかなっていうところがありますね。で、ただ、やっぱりね、心を開くっていうことが、キーになってくるので、自分が動いて何かをしようとして、そこで心を開くことをすることによって、相手がそれに対して答えてくれる。っていうことが、こう、反応としてね、こう、積み重なっていくのかなっていう感じがね、しています。で、次にね、恋愛ね、発展しそうな人を見ていきたいと思います。深呼吸してね。感謝と信じる。なるほど。まずね、これあなたかもしれないし、相手かもしれないんだけれども、結構その、一筋縄ではいかない人生を歩んでいたりとか、その一個の前の恋愛で、すごくこう、自分の思いとか意思を尊重できなかった。要は相手に合わすようなお付き合いをしていて、でもここ入ってくるんだけど、やっぱりね、それをね、すごく非難されたりとか、コントロールされたりとか、あと、なんていうのかな。モラハラじゃないけど、その言葉によって、制圧、抑圧されてきたお付き合いをしていた可能性が高くって、相手かもしれないし、あなたかもしれないんだけれども、で、なんかそういった関係性において、なんていうかな、一旦、ワンクッションなり深呼吸、一呼吸を置いて、あなたと出会うと思うんだけど、やっぱりね、こう、雷が、こう走るような、雷に打たれるような、そんな、こう、ものを、しかは感じると思うんだ。片方は絶対に。もう、出会った瞬間に、あ、この人と付き合うと思うとか、この人と結婚するかもみたいな。この人とは運命を感じるみたいなものを、どちらかが、こう、瞬間的にね、感じるっていうものはあると思うの。で、お相手は、もしかすると、バツイチでお子様がいるとかっていう関係もあるかもしれないし、ちょっと、お子様のことで、何かこう、進展が遅くなる可能性もちょっと、見受けられるんだよね。お子様の心が開いてくれるまでとかね。なんかそういった、ちょっと問題もあるのかもしれない。一部の人はね。なんだけど、その、求めていたものっていうのが多分ね、お互い似てるんだと思うの。だから、感謝し合える関係だし、お互いのことを何があっても信じようって思えるし、信じてほしいっていうふうに
希望的観測でね、信じてほしいっていうのはすごく入ってきてるの。だから、お二人の間に何か障害とかね、難問難題、あとは一筋縄でいかない、まっすぐ進めない、どっか寄り道したり、遠回りしたり、回り道したり、ゴールは遠いかもしれない。だけど、それを、やっぱりね、こう、深呼吸して、気持ちを落ち着けて、本来の二人の関係性によるね、こう、つながりとかね、運命とかそういうものを信じて、常日頃ね、お互いにね、感謝の気持ち、心をそのまま言葉にして、うん、こう、お互いにね、信頼し合っていくと、それ本当に素晴らしいね、関係性ができるんじゃないかなって。そういう出会いがこれから、ある可能性がすごい高いと思うんだよね。で、あとは、あともう一つは、やっぱりそのね、過去、子供の頃のトラウマみたいなものを、やっぱりすごい抱えてる人、うん、母親から結構そういう心を傷つけられたとかが、うん、母親にそういう洗脳とか刷り込みをされてしまっていて、っていうお相手が、やっぱりあなたと出会って、人生の喜びとか楽しみとか、そういうものをこう知るみたいな、いうそういう出会いもね、あるんじゃないかなっていうところ。うん、だからなんかやっぱね、心を開く、これ友人なんだけど、心を開くっていうのが来てるし、なんかね、B を選んでくれた方のこれからの出会いに関して言うならば、やっぱりこう、どっちかが心を開くっていうのが、関係性のスタートの始まりだと思うのね。で、今キーカード行くんだけど、これセラフィーナさんっておっしゃいまして、ちょっと家族の愛のカードのね。で、喜びのこう、カードでもあるんだけど、やっぱりね、その前に、困難とか、喧嘩とか怒りとか、そういうものもこうセットで来てるわけ。で、そういう準備期間があって、要は、その、ちゃんとした運命の出会いの前に準備期間があって、その成長するための出会いもあってっていろいろあると思うんだけど、この準備期間には、お互いの人生において、すごく苦しい時期だったり、こう、喧嘩ばかりしてたりとか、親子とかだったりね。なんかそういう、自分の気持ちのその、こう、嵐みたいな、すごくこう、もうざわざわする、もやもやするとか、吹き荒れるとか、すさむとかね。そういう感情、出来事があった中で、それをこう乗り越えて、まっさらになった時に、すごくいい出会いがあるみたいな感じが、それが入ってくるのね。だから、もし人生において、すごいこう、なんだろうな、悪いことが重なったりとか、人間関係で苦労したりとか、でもその後にそれに見合う出会いが、仕事でも、友人でも、恋愛でもね、何かしらあるから、そこをあなたが心を開くとか、相手が心を開いてくれるっていう始まりで、その、結果的には喜びを分かち合える関係性になると思う。で、やっぱね、メッセージとしてはね、全ての人ではないんだけれども、やっぱ新しい家族が増えるとか、新しい家族っていうキーワードが来てるから、家族になるっていうことが、もしかしたら、こう、この中でね、そういう選択がね、待っている人もね、中にはいると思うのね。で、喜びの兆しっていうところでもあるから、さっきも言ったみたく、その、何かをね、する、得るための準備期間として、ちょっとそういうごたごたはあるんだけれども、ね、障害と難題ね、あるんだけども、その、嵐が去った後の、もうすべて持ってかれた後の真っさらなところに、あなたが新しいね、種をまいて、新しくこう設計し直しして、新しい街を作るみたいな、あなたの本当に求めていたものを、そこから一から作ることができるみたいな感じがあるから、仕事でも友人でも恋愛でも、一からなんかあなたが望むようなものをこう作り上げていけるっていう感じがすごい入ってくるので、だからその、諦めたりとか、投げ出したりとか、なんか、そういう、駆け引きとかね、そういうのをしないで、純粋に信じて、こう、感謝して、っていう気持ちでやっていくと、よりね、
そういう出会いを引き寄せやすいのかなっていうふうに、ね、カードたちからは入ってきております。ということでね、B のね、選択肢をね、選んでくださった皆様のリーディングを終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。はい、それでは C の選択肢を選んでくださった皆様のリーディングを始めたいと思います。まずはね、仕事上でのね、出会いについて見ていきたいと思います。楽しい時、リニューアル、楽しみ。あのね、まずね、もしかするとね、仕事が、まあ、ちょっとゆっくり、自分のペースでやっちゃう人が、ちょっといるかもしれないね。あんまりその、締め切りだとかね。そういう、この日までにっていう期日をね、守んなかったりね、する人にちょっと悩まされるかもしれないかなっていうところ、が一つと、あと、もしかすると、そもそものその環境的にね、何か言いづらかったり、あなたが我慢することがある、っていうことが、上での、このね、仕事を、楽しむ人、楽しもうとする人、そしてその、ちゃんとその動機をね、きちんと説明できる人、ただただね、自分のね、楽なようにとか、自分が楽しいからじゃなくって、こうやることによって効率が上がって、こういう風なメリットがあるんだよとか、仕事って本来、こう、喜びとか楽しみがあっていいよね、みたいないうところの、きちんとね、そういうね、理由とか理屈付けがね、できる人との出会いがあって、あなたがそれをね、こう、ちゃんと、その影響もあって、自分の言いたいことを言えるようになるっていう感じのことも入ってくるのね。だから、出会いとしては、ちょっとそのね、自分のマイペースでね、仕事を、ちょっとね、もうちょっと早くやってほしいな、みたいなね、思うような人との出会いと、それとはまた別に、仕事って楽しいんだっていうことを教えてくれる、気づかせてくれる人の出会いがあって、なんかそれですごくね、自分の考え方が変わるとか、職場の雰囲気が変わるとか、そんな風にして、あなたにとっては、すごく働きやすくなるとか、その、変わんないにしても気持ちが変わって楽になるっていうことがね、そういう出会いがね、あるんじゃないかなっていうところがね、入ってきております。続いてはね、友達にね、なれそうな出会いについて見ていきたいと思います。カオス出現する。あのね、こうね、何か、そうだな、すごくこう辛いこととか悲しいこととか、頭をね抱えることとか、そういう問題があってなかなかねこう計画通りにいかないとかね、思うようにいかないっていう流れで、ちょっとね、引きこもっちゃったりとか、あとこう、やる気が出ないとかね。なんか本当にこう、気力が湧かないみたいな状態の時に、現れてくれて、最初はそんなに、なんだろうな。まあ、脆いというか、弱いというか、そういうすごくね、強い絆になると思ってなかったんだけど、でも、あなたを引っ張ってくれるんだよね。その、自分の中に引きこもっちゃってる心、感情を、釣り出してくれるの、そこから。だから、決してね、こう、賑やかなとことか、人の多いとことか、そういうとこに連れ出すっていうことじゃなくって、自分一人で、閉じこもっちゃってる心から、なんかこう自然にね、こう、すり抜けるように、あなたを、こう、引っ張り出してくれるんだよね、このお相手はね。だから、
その、最初は、その、負の感情と、元気、やる気、負の感情、やる気出ない、うん、っていうのを、行ったり来たりするんだけれども、でも、この相手によって、だんだんね、うん、こう、徐々に回復していって、元のあなたに戻れるみたいな感覚がすごい入ってくるんだよね。お相手が、相手の特徴っていうよりかは、あなたが本当にね、自然に相手の言葉がスッと入ってくるんだと思うの。これって、周りの人がどんなにね、あなたがね、その、心をね、閉ざしてしまって、心の殻に閉じこもってしまいました。周りがいくらノックしても、鍵を開けようとしても開きません。でも、この人が何をするわけでもなく、ただ、なんかね、うん、すごく、こう、いい天気だよとか、すごい、こう、気持ちいい風が吹いてるよ、みたいな、感じで、声をかけることによって、全然こう開ける気もなかった扉をあなたがなんとなく開けて、こう一歩自分から外に出たみたいなね、心がね、そんなような感覚になるのかなって。そう。だから、あなた自身はすごくうまくいかなかったりとか、もうカオスだからね、すごいこうパニックだったりとか、もう自分の力ではどうにもならないみたいなところを感じていたとしても、なんか、それはそれとして、なんか、そういうあなたも含めて、なんだろうね、こう、自然と向き合ってくれる相手が、現れて、最初は本当に脆いし弱いし、そんなにすごいね、友達になるとか思わないのかもしれないんだけれども、気づいたら友達になってるみたいな。気づいたら、すごい、週一回会ってるよねとか、必ずね、一回はね、こう、メッセージのやり取りするよねとか、なんか自然な流れで、いつの間にかあなたが意識しないで、心の殻をね、破ってたみたいな、ような出会いが、ちょっとね、あるような気がするんだよね。とか相手が別に意図的にやるわけでもなく、あなたがそれを意図的にね、望んだわけでもなく、すっごい自然な感じで、なんかそういうことがね、起きるんじゃないかなっていうのがね、すごい入ってきます。で、次ね、恋愛発展しそうな出会い、その人っていうのを見ようと思うんだけど、ちょっとね、キーカードがね、すごいちょっとね、先に言うんだけれども、これね、結婚のカードで、でもこれね、結婚って言っても、その、不安とか、そういうものがあるときにサポートしてくれる、ダニエルさんなのね。だから、すぐこれがね、結婚に結びつきますよっていうカードではなくって、結婚がキーワードなんだけれども、その結婚に対して不安があったり、恐れがあったり、悩みがあったりっていう時にサポートしてるくれるカードなのよ。だから、この C の選択肢を選んでくれた中で、既婚者の方、ご結婚されてる方にまず伝えたいメッセージとしては、こっちのカードはあまり意味ないかもしれないからね。今、すごくね、結婚生活において、もう知らず知らずにね、ストレスが蓄積していたり、でももしかしたら自分でも本当にわかるほど疲れている。何がとか、どれがっていうことが明確になくても、やっぱりその、日々のそのストレスとか、不満っていうものがあって、疲れてるんだと思うんだよね。でそれを、こう深呼吸とともに意識して吐き出しましょうっていうことを言ってくれてるので、中にはやっぱすごく我慢したりとかね、相手に譲ったりとか、あとこう分かってほしいと思ってすごく努力したりとか、あと相手のわがままをね受け入れたりとか許してきたりとかって、そういうね、こう努力してきた分の見返りがなくってすごく疲れちゃったとかね、このままでいいんだろうかっていう将来に対して不安があったりとかね、なんかそういう方に向けてその自分の痛みとか疲れとか不安とかをねすごいちょっと意識的に吐き出しましょうって
それは、まあ、俗に言うね、ストレス解消方法として、まあ、歌を歌うとかね、好きなものを食べるとかね、旅行に行くとかって、ストレス発散方法いろいろあると思うんだけど、ちょっとこのタイミングで、このタイミングでちょっとやってほしいっていうふうに言ってきていますね。うん。で、とにかく、もう一度、結婚に対して、ポジティブな、気持ちを取り戻そうって。うん。何かしら、こう、自分が、得られたものとか望んだこととかね、それが一つでも叶っていることを、良かったなっていうふうに思えるような、そういうポジティブな面をね、もう一回取り戻しましょうっていうふうに入ってきて、で、あともう一個はね、その結婚されていない方に対しては、多分今ね、そのね、結婚に向けての不安とか、いろんなこう思い葛藤っていうものに対してすごくそのサポートが入ってるよっていうふうに来ていて、でね、これね、例えば自分のご両親とか親戚とかね、で、あまり仲良くないとか、喧嘩ばかりしてるとか、なんかそういうようなことで、結婚に対してちょっとネガティブなイメージとか、ちょっとその抵抗があった場合には、なんかそれは、そういうパターンもあるけども、自分がそれを必ずしもね、同じような道を進むわけではないと。うん、そこを、ね、引き継ぐわけではないから、その不安はね、ちょっと手放してもいいですよっていうふうにね、言ってきてくれてるんだよね。今、結婚に対して不安があるとしたら、結婚による安定とか安心とかね、あとそういう、なんだろうな、このお互いサポートし合えるっていうような、心強さとかね、いろんなものを自分の中でポジティブな面をどんどんこう思い起こして書き出していって、結婚に対するポジティブなイメージをどんどんね、こうプラスに持っていってほしい。で、そのプラスな、エネルギーがプラスな人をこうね、引き寄せるから、ちょっと今ここね、カードをちょっと引いていきたいと思うんだけれども、結婚にね、とかその恋愛にね、つながりそうなね、出会いっていうのをね、ね、見ていこうかなっていうところなんだけど、繁栄、ラブ、ラブ、すごい来てる、すごいいいよ。ただね、条件があるというかね、あなた自身がその運命というか役目というかね、なんだろうな、思考の癖かもしれないんだけれども、ちょっと心が弱った人、メンタルが壊れてる人とか、そういう人をね、ちょっと引き寄せやすいものを持っていたり、そういう時期があるんだって。なんかちょっとメンタルやばい人をすごく近寄ってくるなとかね。そういう人にすごく相談を持ちかけられるなっていう時期があったりとか。で、そういったあなたが、例えばその恋愛を諦めたりとか、仕事を辞めたりとか、何かを手放したりとか、なんかそういうことをしたときに、それをこうちゃんと耳を傾けて話を聞いてくれる人っていうのが現れるから、その人との出会いは恋愛に発展しやすいっていうふうにね、来ているのね。で、なんだろうな、すごくね、自分の意見をはっきり言ってくれるの。だから、あなたがすごく不安に思ったり悩んでることを、自分はこう思うよっていうふうに言ってくれることによって、あなたがそうじゃない考え方があるんだって、そうじゃなくてもいいんだっていうふうにすごくね、心強くなれると思うの。だから最初はあなたはめちゃくちゃ仮面をかぶる、猫をかぶるとかね、演じるとか、素の自分を出さないっていうことをやると思うんだよね。だけど相手のその男女の関係抜きにして、愛情、愛というものを、こう、なんだろうね、こう、教えるとか教わるじゃなくて、愛を体感する、触れることによって、あなたがそこからね、もう一度、例えば恋愛してみようとか、仕事を始めてみようとか、探してみようとか、手放したものをもう一回やってみようとかね、そういうふうにして反映、それよりもさらに良くなることを、こう、共有できる相手との出会いがね、あると思うんだよね。だから一旦は諦めたとか手放したっていうことをした後に、なんか、その過去の話をね、ちゃんとね、真面目に聞いてくれて、でも、
自分はこう思うよっていうふうに自分の意思、意見をはっきり持ってる人。うん、そういう人が、あなたのもう一度何かをね、考えたりやったりするきっかけになって、それが恋愛っていう形にね、発展する可能性がすごく高いんじゃないかなっていうふうにね、こう出てきていますね。ラブのカード来てるから、やっぱり、うん、今あなたにとって何が必要かっていうと、やっぱりね、こう、ちゃんと耳を傾けてあなたの話を聞いてくれる人、うん、っていうのがすごく大事であって、で、あなたがちゃんと自分の意見を言えるように、こう、サポートしてくれるっていうふうに入ってきてるのよ。仕事面でも言う、友達の面でもね、この恋愛の面でも、あなたが自分の意見を言うっていうことをサポートするために出会う人たちなんだよね。うん。だからその、結果的にどんな出会いでも、あなたが自分の意見を、自分の意思を表現できる、言葉にすることができる、話すことができるっていうことが達成できたら、この出会いは本当に素晴らしい出会いになると思うんだよね。で、まあ、キーカードでもあるんだけど、やっぱり結婚そのものに対して、やっぱり不安とかストレスとか、心の痛みっていうものを感じていったりとか、ネガティブなものを今持ってるから、それを一旦吐き出して、もう一度ポジティブなもの。だから、中にはね、今の恋愛に区切りをつけて、リセットして、新しい恋愛っていうものにチャレンジする人もいると思う、中にはね。こんなに分かり合えないとかね、苦痛な恋愛というかその、結婚生活であれば、一旦リセットするっていうこともね、ありなのかなって。で、そこで本当の自分の言いたいことを言える相手との時間を大切にする。で、それが恋愛に発展するかもしれないし、しないかもしれない。だけども、あなたが自分の意見を、意思を言える、尊重できることによって、あなたはすごく生きやすくなるっていうところが、ちょっとね、キーワードになってくるのかなっていうところだね。うん。っていうことでね、C のね、選択肢をね、選んでくださった皆様のリーディングを終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。